Hello everyone, let's enjoy your work. さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。今回はですね、このクラスター、クリプトアバカス完成記念、完成しました。この3階建ての建物ですね。それを、記念しましてですね、このワールドの紹介ツアーをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず一回、こんな感じでですね、ちょっと修理中のバスがあったり、基本的にはまあ、子供たちが遊べるような緑の空間になっております。ざっとですね、こんな感じの緑の空間ですね。はい、まあ、細かいところまで見てほしいですね。で、このバス。バスはですね、バスにも乗れるんです。乗っちゃいけないよっていうのがありますけどね、一応、乗れます。まあ、ギリギリまで行かないでくださいね。大変なことも落ちちゃいますから。はい、バスの中でちょっと遊ぶぐらいで、お願いします。さあ、そんなバスにも乗れて、外に出るとですね、まあ、こんな感じで。ここにフェンスありますけどね。座ることもできますので、ぜひぜひゆっくりくつろいでみてください。さあ、そしたらですね、教室入りましょうか。青の部屋ですね。1階はですね、青の部屋。子供たちのですね、集中力。集中力をですね、高めるために、まあ、冷静になれる色。青ということで、青ずくめにしました。こちらがですね、まあ、今回このクリプトアバカスのメインではあるんですよね。メインではあります。このモニターにですね、いろいろとファイルなんか、反映させてもらってですね、勉強ができます。ちなみにこちらのワールドはですね、イベントで使える、誰でも使えますよっていう設定にしてありますので、ぜひぜひ、試しに、本当にブルーの家でし、あ、ブルーの部屋だと集中力上がるのかよと、そういう、試験的な、ものにも使ってもらえると嬉しいです。まさに、クリプトアバカス、青の部屋というふうに呼ばれてますからね。いろんなこんなバランスボールなんかも、乗れますからね。ぜひ、乗って、楽しく授業をしてもらえれば、ね、いいのかなと、思います。冷静な、判断ができるようにですね。これちなみに、カバンとかも持てるのかな？持てるんだな。カバン持ってるんですよ、コロゴリ先生。どうすればいいんだ？エスケープ。はい。カバン今握ってる状態なんだろうな、多分。そんなこともできますからね。いろんな、まあ、ちょっと楽しみ方、いろいろと慣れてきたら、またこの空間で、うまく九九が覚えれるとかですね、ちょっと迷路っぽいのを使って、迷路っぽいのを作ってですね、あれ、これ、そろばん、手を挙げてるよな。九九が、メタバースだから、右脳に直接、訴えかけれるメタバースだから、このメタバース内で、そろばんを学習したり、数学算数を学んだ方がいい、という状況にできればしたいんですよね。で、2階はこのようにですね、カフェを作りました。やっぱりカバン持ってましたね。この子ね、可愛らしい。カバンとそろばん、なぜか持ってるんですけど、2階はカフェです。保護者の方にですね、ぜひ、いろんな入学の注意事項とか説明をしてるときにですね、まあ、子供たちもし飽きたら、屋上テラスに登ってもらって、屋上はですね、ちょっと合格祈願ができる神社を作っておきました。で、お祭りの時のようにですね、お好み焼き屋さんみたいな屋台も出てますと。はい、そんな、ものも作っておきましたんでね。ぜひぜひ、この、説明してるときは、ゴリ先生と保護者の方が2階のテラスでですね、お話ししてるときは、ぜひ、1階に、いや、子供たちは、こう、屋上テラスで遊んでもらえるといいかなと思っております。で、まあ、いろんなイベントをですね、この、クリプトアバカスで、今後開催していきたいと思いますんで、ぜひ、自由に、1回も使ってもらってですね、そのうち、この、
一回も研修会。まあ、面接はどうしようかな。何かイベントやろうと思います。まずはゴリ先生がですね。そろばん VS、クモンみたいな。皆さんがどっちを習った方がいいのか、決着つけましょうイベントなんかをやってみたいと思いますんでね。また、各種 SNS 等で、報告していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録、あとはチェックしておいてください。はい、これ本当は正面向けるんですけどね、カバン持ってたかな？カバンどうやって下ろすんだろうな？スクールバッグ、ネイビー Z じゃなくて、Q かな？ Q で下ろせるのか。あ、下ろしたな。Q で離したな、なんと。このバッグを。はい。どうもありがとうございます。最後までご覧いただきまして感謝です。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。